仙光寺は、岐阜県高山市入川町下保にある高野山、新御州の寺院である。三号は今朝山。日田仙光寺とも言う。本尊は、千樹観世音菩薩。両面少な像など、円空の手になる仏像が六十三体あり、円空仏の寺としても知られている。日田三十三観音霊場第三三3札書。伝承によれば、仁徳天皇六十五年。 両面スクナが解散したと伝えられる。両面スクナとは、日本書紀によると、日ダ国に現れ、民衆を苦しめていた異業の人であり、朝廷が差し向けた武将、ブブリクマイノにより退治されたとされている。頭の前後に顔が二つついており、腕が前後一対の四本、足も前後一対の四本あると言われている。しかし、日ダ国、ミノ国では、両面スクナは、 伝説的人物であり、洞窟から現れた際、我は、旧姓、観音の主言なり、驚くことなかれ、と村人に伝えたという。養老四年、大長により、白山神社が開かれ、歌小三年頃新女神脳が回帰する。天文年間、陛下で消失し、天文十五年に桜道場上主三木直よりにより再建されるが、永六七年に、 武田信玄のひだ攻めにより再度消失する。天正16年、鉱山城城主、金森長地下により再建される。上京を2年頃、円空が仙行時に滞在し、両面少な像などを掘ったという。高山納庇、バスセンターより、納庇バス、平湯、新穂高線平湯温泉、新穂高温泉行き、町方バス停が最寄りである。 このバス停から4 5トル。山腹に立地するため、最後の2トルは山を登る形になる。自動車、バスの場合は、5本杉、極楽門、大寺門の手前にそれぞれ駐車場がある。ありがとうございます。